ザミオクルカスの形態学ザミオクルカスとは、サトイモ科に属する植物である。ケニア南部から南アフリカ北東部にかけて、アフリカ東部に自生する。高さはおよそ30センチメートルから60センチメートル。短く厚い地下茎を持っている。10から12枚の葉が、つぼみのように閉じたまま伸びていき、一斉に開く。葉は、肉厚で水分が蓄えられており、 ザミオクルカスの葉は91%が水分である。葉は、艶があり、光沢がある。原産地は、東、アフリカやタンザニアのザンジバル諸島。乾燥に強く、多湿には弱い。対処性にもやや強く、外気温が25度程度になると生育期に入る。体感性にやや弱く、気温が、摂氏15度前後になると成長が緩慢になる。 気温が摂氏18度前後に下がると葉を落とし始める。また、気温が摂氏10度前後になると休眠し、摂氏5度以下になると枯れることがある。開花時期は9月から10月で白い花をつける。花が咲いた後には実をつける。地中に開根を作り、地中には小芋ができる。ただし、前草が有毒で口に入れることはできない。樹液には中酸カルシウムが含まれており、 皮膚がかぶれる場合もある。水はけが悪いと寝腐れを起こすことがあり、水のやりすぎには注意が必要である。真夏の直射日光に弱く、気温が高いほど早けを起こしやすい。半日陰を好み、耐陰性がある。そのため、日陰にはよく耐える。最も成長が早いのは、摂氏18度から摂氏26度の間であり、気温は摂氏15度未満に下がらない限り、 屋外でも生きることができる。タンザニアではザミオクルカスのシップがマシップとして知られている炎症状態の治療薬として使用されている。また、痛み、耳、皮膚の病気などの治療にも使用されている。ザミオクルカスの語源はソテツカノザミアという植物の葉に形が類似していることに由来している。東アフリカの熱帯地域と 南東アフリカの亜熱帯気候の地域に自生する。日陰の多い熱帯雨林やミオンボで自然に成長する。サバンナへの移行層でも成長することができる。それらは、およそ海抜650メートルまでの高度まで自生することが可能である。砂の多い川岸の石の多い場所で成長することも多い。基本的には、ザミオクルカスザミイフォーリアのみである。しかし、 品種改良が行われ種類が増えたため現在は他の品種も出回っている。ありがとうございます。